はい、どうも。こんにちは。こんにちはじゃねえな。公開が夜なんで、こんばんはですね。ですね。今回もね、ちょっとカメラ湯話ということでね。カメラ湯話、前回何の話しましたっけ？ですね。あ、そうだそうだ。M5 をね、セブンディマークスのサーブにどうだと。そういう話をしたんですけども、じゃあ今回はもうちょっとね、M5 関連の動画で、ちょっと、ね、M5 関連の湯話、ちょっと続けて出していこう。いうふうにね、思っております。はい。今回はね、ちょっともう、まあなんか、ね、レンズ、ね、のメーカーのページ出てて、ね、なんか、18-400とか書いてるんで、もう、ね、もうタイトルでもバレバレだと思うんですけど、要するに M5 用のね、高倍率ズーム何がいいんだと、いうことでね、ちょっと私が気になってる4機種、今回は喋っていこうと思います。例のごとく、だいたい10分くらい編集なしで、ね、お送りするコーナーですので、まあ、ゆっくり見ていただければと。今回はですね、条件 18mm スタートっていうところで APS-C 用のズームレンズというところでね、揃えております。じゃあもう早速サクサク行ってみましょうか。とですね、まず高倍率として候補に挙げたのがタムロンの 18-400mm F3.5/6.3DI2VC-HLD っていうね、ズーム倍率 22.2 倍というね、化け物のようなレンズですけどね。で、これ僕気になったのが、重量なんですね。4機種上げるうちで一番重たいんですよね。やっぱ M5 軽いんでね、本当プラスチック系なボディで軽いんで、もうちょっと重量をね、どうにかしたいという感じですよね。ただね、この 22.2 倍っていうね、ズーム倍率、非常に捨てがたい部分ではあります。ね、でですね、ずーっと下行きまして、で、価格がですね、99,000税込みと。ということで、ズーム倍率もね、すごいことになったんですけど、値段もね、ボカーン上がったような、ね、感じですよね。中古でもね、6万円台後半とかっていうところが多いんですよね。なので、この4機種の中では一番値段のね、高いレンズになりますかね。しかもタムロンって私キャノンユーザーなので回転方向逆なのがね、ちょっとと思っちゃうんです。はい、じゃあ次ね、もうサクサク行きましょうか。はい、次、まあこれもね、有名な玉じゃないですか。ね、タムロン 18-200mm F3.5/6.3DI2VC というレンズですね。これが現状中古で一番安いレンズになりますかね、お値段のやつ。で、ズーム倍率が 11.1 倍。11.11 倍ですね、正しくは。で、400g。今回上げる4機種の中で一番軽いですね。で、新品でですもんね、販売価格が。はい、39,600円。ね、さっきのレンズのだいたい半分くらいに、半分どころか、ね、3分の1近くに値段が下がりましたね。まあ、このレンズね、前からあるレンズなので、当然そんなに値段も高くないんですけど。で、中古でも、だいたい2万円以下くらいから、ね、状態のいい玉が売ってるので、ね、いいなと思いますね。で、なんで僕このレンズ候補に挙げたかというと、実を言うと一回、高校1年生から2年生ぐらいの、時期にかけて、高1の時だったかな、そんくらいの時期に実は持ってたんです、一回。はい。で、作品撮りにも使ったことがあって、その作品で実を言うと写真展とかに出したことがあるんですね。まあその時の写真ちょっと、ね、SNS に上げておこうかなと思います。ちょっと Facebook の方にね、上げておこうかなと思います。Facebook リンク貼っとくんでね。ぜひ見ていただければと思います。はい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 、ちょっと割り込んでしまいます、枝豆です。ですね、この動画、この18-200の作例ですね、 Facebook に上げとくって言いましたけど、ちょっと変更させてください、ごめんなさい。その作例写真用のねページをちょっと Google の方でGoogle サイトで、作りましたので、そちらの方でね、作例公開したいと思っております。その作例写真載せてる
Google サイトのページリンク下に貼っとくんでね、そちらの方をご覧ください。 Facebook にはすいません載せないです。 Facebook は別な投稿しますので、はい、すみません。そのサイトの方をねリンクチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、でですね、ズンバイ率 11.1 倍、ジュル 400g と、やっぱこのね、前にも使ってたっていうのがね、やっぱでかいですよね。で、まあ、そんな、ね、200mm と 400mm じゃ違うんですけど、やっぱりこの重量の軽さっていうのにはね、やっぱ惹かれちゃいますよね、どうしてもね。いや、欲しいですね。これやっぱ前使ってたっていうのはね、やっぱ思い出もね、あるレンズなんで、これでね、いろんなとこを撮影行ったりしてました。いや、ちょっと、まだ欲しいような感じがしますね。じゃあ次行きましょうか。はい。あ、もう、次はもう純正でございますね。はい、EF-S18-135mm3.5×5.6 ISF です。この中では多分一番新しいレンズかな？多分ね。わかんないけど。調べてないんで、そこまで。で、ズーム倍率は今回挙げる4機種の中で最も小さいものになります。と、135÷18。さっき計算したんですけど、7.5 倍ですね。7.5 倍のズームです。で、重さが 515g だそうです。まあ、重量的にもね、まあ、すごい平均的なところじゃないですかね。まあ、ちょっと、ズーム倍率はないんですけど、太い分、ちょっと、18-200 よりは重たい感じですよね。で、これ、お値段にしても、ね、新品で 39,600 円、オンラインストアでの価格ですね。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。77,605 円です。新品の値段だと、まあ、18,400 より安いと。で、中古で買うと、まあ、大体3万円以下、まあ、27,000円とか28,000円とか、そのくらいの相場で買えるというわけですね。で、まあ、AF の速度はね、多分これが一番速いと思いますね。ナノ USM ね。惹かれますね、このナノ USM ね。USM のレンズ僕は使ったことあるんですけど、まあ、別なモーターですけど、やっぱ速いような感じもしますよね。しかも、その、今回マウントアダプターかまして使うので、M5 ですからね。やっぱ純正だとね、そのマウントアダプターとのね、相性があって、どうのこうのっていう話もね、なくなってくるんじゃないか。んで、そんな感じに思いますね。でもやっぱり、ね、そんな、200mm とかも 135mm とか超えてくると、望遠になればなるほど、その、ね、何十ミリ違おうが、ね、その差って小さくなるわけですよ。まあ、そこがね、どう撮るかですよね。僕は別に気にしない人ですけどね。別にトリミングとかなんかしちゃうんで。ね。いや、でもこう、純正の魅力っていうのもやっぱありますよね。そのさっき言ったのね、マウントアダプターの相性とか。ね、そういうところで。で、しかもなおかつ中古で安い。ね、EF-S レンズ全体的にね、お手頃な価格ですよね。中古で買うとね。じゃあ、最後、最終機種行ってみましょうか。はい。最後は、シグマさんのね、18-300mm ね。ですよね。これもね、なかなかいいレンズなんですが、この4機種の中で唯一そもそも生産終了してるんだと。で、ズーム倍率で言うと、まあタムロンさんの2機種の中間に位置してますね。キャノンさんよりはズーム倍率あります。で、重量に関しても585g。まあキャノンさんの18-135よりもちょっと重たいかなっていうくらいで、ね、さらにズーム倍率倍くらい。16.6 倍のズーム倍率ですね。で、ちょっと中古も高いと。で、中古で5万円台くらいあるというレンズですね。いやー、迷いますね。今回18ミリからっていうね、あれで選んでるんですけど。いやー、でもこの4機種見るだけでもね、ちょっとね、中古で魅力的な価格だったりして、あー、いいなーって思ったりね、しちゃいますけどね。で、皆さんもなんかおすすめのね、高倍率ズームとかあったら教えてください。ということで、今回カメラ用話は、M5 用の高倍率ズーム何がいいかというね、条件 18mm APS-C で
調べてみました。ね、自分4機種気になってるよという動画でした。ありがとうございました。この辺で失礼します。